山高小浪士人生学講義第2回昭和56年2月9日大阪朝日カルチャーセンターにて収録。前回は人生の問題の重要性をねお話ししたわけです。で、まあそれをまとめて言いますと、我々のあらゆる生活ですね、日常生活もそれから社会生活も、そして次の世代を担うべき子どもの教育も、あるいは政治や経済、国際関係なんかの問題もですね、それからさらには科学技術の問題までですね、全てね、その根本には自分の人生あっての話です。大体ね、だからその限りね、自分の人生、自分自身の人生っていうのがですね、何か人生のあり方が明らかでなければ、人生としての価値観も、人生としての方向も、何が何だか分かんないことになる。それでところが今ね、そのこの地球上それぐるみを含めてだ、自分の人生っていうのが一体何なのかって、はっきりさせてないやつばっかりなんだ。そしてだから一体この大げさなね、その量でもってやっているけれど、地球上全体が一体どっちの方向を向いて何をしようとしてるのか、全くこれのわからないでいる。その限りはね、本当はどんな大きな容積でやろうともだ、本質的に言ったらね、その蚊柱がこう立ってるね、蚊が群がって、あれと同じなんだ今人間社会っていうの。あるいはこの頃推薦便所になっちゃって、我々にあんまり親しくなくなったけれど、この昔の日本の便所の中にウジ虫がウゴウゴ、あれがウゴウゴっていうね、その春っていう字の下に虫二つ書くんだ、ウゴウゴ、その春動の春だね、ウゴウゴ動いてる。あれとちっとも変わらないんだ今この地球上の世の中全体が。そういう目から見なくちゃダメです。そしてですね、そう考えてみりゃね、今の時代はただ春動の時代それで人間らしい人間の歴史がまだ始まっていない、未開野蛮な時代なんだってことをね、まず知らなきゃならない。それね、いかにも今の時代が大したね、文化文明の進歩した時代だと思ってるのが、その未開人の未開人の特徴だ。私みたいな文明人になると、少なくとも今の時代がね、未開野蛮な時代だってことだけ、見通してるもの。それでね、私がその学校の一科目として人生科っていう科目を設置して、そして人生とはどういうものだ、はっきり教える時代を来たらしたいっていうのは、あれですね。そして今のこの講義もだ、そういうね、この未開野蛮の時代を本当の意味で人生時代にもたらしたい、そういう話なんです。だからね、普通人生の話っていうと家庭の揉め事とかトラブルとか話、人生相談とかなんとかっていうと大概そんな程度だ。あるいはね、書生とか世当たり術の話を人生と思ってる、そんな話じゃないんだ私の今人生っていう話はね。だからそういう規模は
雄大な話なんだと、それまず初めに知って聞いていただきたい。でこの人生化講義っていうんでもね、これあれですよ、史上初めて第1回の人生化講義って今やってんだから、で皆さんはそれを聞いてくださってんだから、これは歴史的な事実だと思ってもらわなきゃ。でところでね、この人生とは何かっていう問題をね考えるとき、私はこれ50年この問題を問い続けてきてるんだ。ところがね、どっかねあるところまで行くとこう考えがぐるぐる舞いしちゃって、そしてね何が何だか分かんなくなるところがあるね。こういわばね、こう一つの川の流れの中に大きなね淵があって、そしてその上で渦巻いてんだ。そういうところにこう突っ込んじゃうと、その淵でもってこうぐるぐる舞いしちゃってね、そして一体俺は一体何を人生のも問題にしてると言いながらですね、一体何を問題にしてるのか、何を問うているのか自分で分からなくなるっていう、そういう箇所がいくつかあるねそれでこれを何て言うかな、人生問題における深淵の渦とでも言うかな、そういうとこがあるんだ。それでね、昔から人類っていうのはみんな人類はあれを生きてるんだから、人生とは何かって問わなきゃならないのに問わないっていうのは、そういう渦にね突っ込んじゃって、一体ね自分は何問題にしてんのかわからなくなる。それでもう結局人生についてなことわかるもんかっていうね、それで通ってきてるんだと思う。だから本当は今ここでまずそういう人生のですね問題における深淵渦の話を、するとこから始めたいわけなんだけど、この話少々ややこしくって理屈っぽくて、でその話冒頭から始めるとね、皆さん初めから寝ちゃうことになりゃしないか、皆さんをね初めから寝かしてみても意味ないもんねそれでこの話はまあ、後回しにして、今日やりたい話やってみて、もし時間が十分あるんだったら後からお話しすることにします。後からならね、まあ最後の頃は寝ちゃいましたってそれでまあいいやそれで最後ならまあ寝てもいいとして、でだから今これからお話しするのはそういう問題の人生の問題の問い方のいわば、結論的なとこから始めます。でそうするとどういうことかっていうとね、とにかく我々人生とは何か考えるといろんなね見方考え方ができてくるわけですね。一つのものをこう見るのにその角度があるからね、おのおのの。でその角度によって見るから、その見方考え方はたくさんになるってことです。それでそういうね大概人生論はそういうとこから始めるから、人生論はいくつも出来上がっちゃって、そしてその見方考え方の相違をこうやっさもっさやってるとね、
これはキリがないんです。それでね、今人生を問うということはこっから始めなきゃならないと思うのはこれなんです。その結局ね、自分の思いとは変わりなしに、その絶対的決定的な人生のあり方っていうのね、それを我々直に見ることはできないだろうかっていう、そこから始めたいんだ。要するに、自分の思いっていうものをね、物差しにしていると、そうすると思いはたくさんの人がいて、たくさんの見方がある、あるいは自分の思いはまたぐるぐる変わるんだからね。だからもう本当のことわからないもん。それで思いとは変わりなしにということ大切だ。そして絶対的決定的な人生のあり方を直に見てみよう、こういうことね。これはね、重要なことなんですよ。結局その我々人生にそういうような我々の思いあるいは見方考え方に全く変わらないところのその決定的なこと、絶対的なことっていうのね、ない、ある、あれはしないかないかって本当にないんだろうか、考えてみることね。そしてああも考えられる、こうも考えられるっていう、そういうような自分の思いとは関係なしに、ああ考えてもこう考えても、あるいは受け入れても拒絶しても、絶対的にそうであるような、そういう絶対事実だ。そういうのは、そういう人生における絶対事実を直に見てみることはできないかと、こういう問い方するのね。そうするとね、そういう絶対事実が我々にの人生にないわけでないっていうことだ。実際にね。でそれはどういうことかっていうと、まず第一にね、皆さんも、お聞きになご存知だと思うけれど、ルネ・デカルトっていう人がいたね、西洋の哲学者。このデカルトがね、やっぱりその全てを疑ったんだね、この人生について。そして確実な絶対的なことはないだろうかって考えた挙句、それでこの今我々が見てるこの世界はね、全て夢でなかろうか、神様はね、私を欺くために夢を見させているんじゃなかろうか、まあそこまで考えたわけだ。そうしたところが最後にね、ふっと気がついて、そういう疑っていることをしている自分の存在ね、これだけは間違いなくあるということを発見したんだ。そして我思うゆえに我ありというね、有名な言葉をそう言ったんですね。これはね、我思うゆえにって言っても決して推論でそうじゃない、事実疑ってる、そういうふうに思ってる、そういう思ってるそのものがあるんだというんでね、これを明晰判明なる命題だとこう言ってるね。でこのデカルトの言葉はね、その結局私の思いに関わらない、そして思った限りはもうあるんだからね、そういう意味で絶
そういう絶対事実の一つとしてね、まず挙げることをできると思います。それでしかしね、私はこのデカルトの今我思うゆえに我ありっていう言葉をその挙げましたがね、それ以下のそのデカルトの哲学もデカルトは正しいことを言ってるとは私は思わない。ただだからデカルトの哲学の全てを受け入れるっていうんじゃないですよ。そうじゃなくって、ただ今言った我思うゆえに我ありと、そういう言葉の範囲ではデカルトの言葉は絶対事実だと思う。いや、絶対事実にしなくてもいや間違ってるって言うとそこにあるんだからね、これ否定してもそうなの、そういうあり方ね、否定しても拒絶してもそうであるっていうようなあり方してるでしょ。そういう意味でね、デカルトの言葉は絶対事実で、ところがね、このデカルトの命題に対してね、デカルトの命題はね、つまりあらゆるこの我々の見ている存在が私の意識を通してあるっていうね、だからあらゆる存在の根源に私の意識があるんだということの発見ですね。でそれでね、デカルトは近世哲学の、をこう開いた人です。そういう意味でね。ところがこのデカルトおよびデカルトに続くね、西洋の理性主義哲学者たちはこの我思うゆえに我ありっていうね、そこから出発して存在概念に興味持ったわけだよね。存在あるもの、そのあり方ばっかりの方へ追求してって、そしてその我っていう我そのものの人生っていうのを見ていない、西洋の哲学者たちはね。でところが今我々の問題にしてるのは我っていう我の人生なんだ。我の人生っていうとなると、そのそれに続いてですね、我をもゆえに我ありと、こういう我をもゆえに我ありなんだけれど、その思うあれは死ぬってことをね、これね次に挙げなくちゃならないね。この思うあれは死ぬ、デカルトの場合思うゆえに我あり、それからその西洋の哲学者はね、このありだからこの存在、この我の存在を通してある全ての存在、それの追求ばっかり言ってるわけです。ところが本当の自己の人生として見たらね、思う我は死ぬっていうことだ。これ、少なくともデカルトも死んだんだし、カントも死んだ、みんな死んでくんだ。その点ね、このいや、んなことは私は受けられませんって言って拒絶してみても心配しなくていいんだ、ちゃんと死んでくんだから。とするとこれやっぱり思うは我は死ぬっていうことでは絶対事実ですよ。これいくら拒絶しても死ぬんだから、の真の始皇帝とかね、前漢の武帝とかっていうのは絶対に俺は死にたくないっていうんで不死の薬を求めたって言ったってちゃんと死んでんだ。あるいは信濃仙人っていうのは不老不死って言ってね、不老不死の薬を売り出してみても、いやそれ自身死んでんだ。あるいはそのイエス様って言ったってやっぱり死んじゃうんだ。でその点ね、その
思う我は死ぬっていうことも、これが第一の絶対事実だとすると、これが第一の絶対事実だとすると、これが第二の絶対事実としなきゃならないじゃないですか。それからね、それじゃあそれだけかなって言うんだ。ところがこれだけならばね、全てのものはね、みんな死んで死に絶えちゃうはずだ。これやっぱり生まれてくる分がなきゃなんだ。それでね、死ぬと同時に生まれてくるっていう事実がある。あるいは我を思うっていう、思うっていう限りは刻々流出してくる事実がある。この結局はね、この第三話刻々流出するっていう、湧き出てくることね。で、このデカルトの場合はね、その、我を思うの根源として、我を思うっていうのは、あの根源は神様があるからだと、こう考え、あれ言ってるわけですね。神様っていうとね、その創造する神と創造された人間とっていう二つに分かれるもので、それで神と人とって多存在になるね。ところがそうじゃなくって、むしろ事実そのまんまに見て刻々流出、そう言わなきゃなんないと思う。要するに思う我は死ぬっていう、その死ぬべき生命から刻々に新しいことが湧き出してくる。これもね、刻々流出するっていう命題も二つの絶対事実に並べて、第三の絶対事実としなきゃならないと。いや、そんなことはないって、今皆さん思ったとすると、そういう思いが今あなたの中に湧き出したんだから。要するにこれもね、その否定すること、それぐるみ絶対事実、受け入れないっていうこと、それぐるみが絶対事実だ、湧き出しちゃう。で、これも私の思いに変わらぬところにある命題だ。で、私がね、このこういうふうに3つ並べたけど、これをね、いわば存在事実と呼びますよ。思う我は死ぬっていうのは、これは必滅事実。刻々流出っていうのは流出事実ですね。で、この三つの命題ね、我々人生っていうのは全くその、全く頼りのない、あのどう考えたらいいかわからない、ぐる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 ね、ちょうど水の中でもって、あのボールをつかむ泳ぎながらボールをこう追っていくね、あれと同じような頼りないもののように思うけれど、やっぱり絶対的事実ってはっきりこうあるものね、として捕まえることができると思う、これ。いや、私このこういう意味の絶対事実をはっきりさせたからね、
人生っていうものに対して学校で教えてもいいっていうような、その、あれですね、特本が書けるって自信持ったんだ。こういう絶対事実っていうのが私にはっきりしてなきゃ、なんぼ私がね、その心臓よくても学校の教科書自分じゃ書けませんよ。ところが私はこれ間違いのないっていうところをね、発見したから、だからその学校で教えてもいいっていう教科書書けるそう思ったの。ところがこれもね、本当は私がみんな発見したこと、新しく発見したことじゃないんだ。早話が我を思うゆえに我ありっていうのは、今言ったように、あの西洋哲学的な命題だ、デカルトの言った話だ。それから我思う我は死ぬっていうのはね、これはまあいわば昔から仏教が説くところだ。あのなんていう、祇園精舎の鐘の声、精舎ひつめす会社上理、諸行無常の、あの響きありとかなんとかいう話があるじゃないか。そんなの文字通りそうかどうか知らないけどでもそういうような言葉は我々耳慣れしてるじゃないですか。要するにその思う我は死ぬっていうのね、これは昔からの仏教的な命題だから、刻々有出っていうのね、これはキリスト教的な、いわば創造する神の話だ。で、まあ仏教でもね、無常っていうことはね、ただ死ぬことばっかりとして日本人に受け取られてるけれど、本当は無常っていうのは常ならぬっていうんだね。その生まれてくるのも無常なんですよ。今日は無常がありましてって言うとね、地方によっちゃお葬式のことばっかりだと思うしていることがあるね。しかしながら人が生まれてくるのも今日は無常がありましてって言っていいんだわ。もう本当に無常なんだから。でそういう意味で、この3つの命題は決して私が全部発明した話じゃない。ただ私はそれを並べただけだ。そしてね、これに対して私はあの人生家督本に自己と、それから生命、それから神識っていう項目を、あの第一章自己について、第二章生命について、第三章神識についてって、そういう順でお話書いていますがね。ちょっとすいませんけど、はい、神識、あ、ごめんなさい。神識ね、これと一体どういう関係になるか。今その存在事実、筆滅事実、流出事実ってね言った、これをあれとどういう関係になるか、まあ、これの話もしておくと、要するにね、我を思うゆえに我ありっていうのは、このこれが神識が思うんでね、そして我があるとこういうことですね。だからこれが存在事実だ。我を思うゆえに我ありです。そして思う我は死ぬって、我は死ぬっていうのはね、これは自己が自己と生命のをつなぐ、この思う我は死ぬんだ。死ぬから生命なんです。死なないのは生命とは言えないんだ。そして生命からまた刻々に思いが湧き出てくる。刻
刻有失とこういうことですね。こういう関係にあるね。要するに存在事実は我思うゆえに我ありっていうのの存在事実は心識と自己との関係。だから思う我は死ぬっていうね、失滅事実は自己と生命についての関係づけな命題だ。それから刻々有失っていうのは生命と心識との関係づけの命題。まあこう考えられる。そしてそれと同時にね、この際その自己生命心識のねそのっていう言葉の意味を定義的にはっきりさせておかなきゃ間違うね。この大体ね、心識って我を思うっていうのはね、何を言うかっていうと、心識っていうのは定立する作用です。定立する能力です。定立っていうのはね、何か思うっていうことは自分の頭の中にこう置くことね、セットすること。この定立っていう、これまあ哲学の言葉だけれど、セットする能力ですね。だからそのドイツ語で表彰するって、こう考えるっていうことをね、フォアステルングっていうけど、フォアっていうのは前だね、それからステルングって置くっていうの、前に置くっていう意味でね、でこう定立する作用があるってこう。それから自己っていうのはね、これ自覚する作用ね、能力。自分がまさしくあるとこういうふうにね。そして生命というのはこの有質だ。生命は刻々に湧き出てくる。これがね、いわば私が自己生命心識っていう言葉を使ってる言葉の定義です。そしてこういうふうに並べてみると、こういうふうにね並べてみると、これが三つのね絶対事実じゃなくして、たった一つのね生命の実物なんだってことはわかるでしょ。それでこの難しい、なんか難しい話を聞いたように皆さん思ってるかもしれないけど、何これ、簡単な話なんだ。このこれ生命から刻々有出っていうことは生まれるってことなんだ。それから心識からこう自己ってね、自己を愛するのは自覚するのは生きることだ。そしてその自己が生命に帰るっていうのは死ぬってことだ。何のことはない、生まれて生きて死ぬってことなんで、それはちょっとこう難しいような言葉で言ったわけだね。ところがね、それじゃあそんなこと言わないで生まれて生きて死ぬだけ、いやいいじゃないかと。愛するんだけれど、私がこういう言葉をいちいちはっきり言ったのには、やっぱりそれなりの意味があるわけです。というのは生まれて生きて死ぬっていうだけじゃ、そこから何にも発展しないもの、話が。ところがこうなってくると、いろいろ話が発展してくる。でまあこれからお話しようっていうのはそういうことなんですがね、でたった一つの出来事、出来事って実物の話だから、だからね、これの順序はどうあってもいいってことね。自己から始めてもよきゃ、生命から始めてもよきゃ、心識から始めてもいいってことです。で私がの人生化特本は何のために生きねばならないかっていう話から始めたんで、おっと何のために生きねばならないか、誰のために生きなきゃならないかって言ってね、
そんな外側にあるんじゃない。自己は自己を生きるより他はしようがないんだっていうとこから話し始めたもんだから。だから自己が第一章で。で、そういう自己は生命なんだ。で、そういう生命は神識を持ってんだっていうような順序になったわけね。ところが今は、我思うゆえに我ありっていうとこから始めたもんだ。そうすると、その神識から始めて自己、で生命っていう話になった。あるいはね、そのキリスト教のようにその生命から始めると、神様っていう、神様から始めると生命から始まるわけだ。そしてその神様はっていうと、あのロゴス、初めにロゴスありってね、ロゴスって言葉ありだ。で、言葉は神と共にあり、言葉は神なりって言ってね、それで、あの言葉の前に神があって、でその言葉からそのこの言葉の中にの光あり、それはあのイエス人の光なりきってね、あのイエス様の話だ。だから神様から出発してロゴスになって、そしてその人の光なりきっていうんでね、そのイエス様 の話が出てくるわけですね。と、まあそうするとこっから始めりゃこうなる。で、どこから始めても同じなんです。そしてこういう3つの話がね、あり方を私がこうあれしてみると、そういえば仏教にも同じくこ私の この話の典故があるね。というのはね、あの仏教では神仏と神仏牛首上是三無差別っていうね、これは法華経に出てる言葉だけど、この心と、それから仏と、それから衆生とですね、この心と仏と、それからこの衆生とっていうのはね、是三無差別ってね、差別のあるもんじゃない、たった一つの実物なんだと、こういうことね。そうするとね、私の この話がやっぱり天候があると、その権威を持ってそのあれするじゃない。いや、私こんなね、天候を引いて権威づけるのあんまり好かないんだけど、それで人生家特本じゃそういうその天候を一つも上げないとみんなわからないで、あれは内山っていう個人が考えたオッケーだとみんなそう思う。それが尺だからね。それで今そのいちいち天候を上げるんだ。それね、まず真っていうのはこれ自身です。これ自身っていうんで、の自己だ。仏っていうのはこれね、大無所住二小五身じゃない、無所従来薬無小行光明如来っていうね、無所従来だからね、従って来たるところなく、従って去るところもなし、その、あれですね、刻々なんだ。それが仏っていうの、如来如故っていうね、如来って仏のことを如来っていうでしょ。その如来如故っていうの、如来はその来たるがごとく去るがごとくっていうのね。で、刻々にその湧き出てくることを言うんですね、そういう生命を言うんだ。そして衆生っていうのは無常のことですね。その情を持ってるもの、つまりね、本当の自分の自身っていうのは自分の生命だ。自分の生命は本来仏である。
その生命がだ、本来仏である生命がその、無常としてだ、そして神識を持つ主情であると、こう言ったらいいわけだね。でこの神仏牛主情是三無差別っていうのも今私が言ってるこれのことです。それから今私が京都での総選寺で読んでいる宇治消防現像の宇治の巻には五宇治っていう言葉が出てる。五宇治っていうのもやっぱりこれなんだ。五っていうのはこれ事故の話でしょ。五っていうのはね、で宇っていうのはこの神識だ、神識でもってあらゆるものをそのあるとね認めるんだからね、今成立するんだから、この宇は神識のこと、味っていうのは刻々に流出するっていうね、そういう意味でこれも今私の言ってるこのことなんですね。で結局ね、実物がどれなんだっていうこと大切です。夜消防現像の宇治の巻読んでてもその実物が何だか知らないのに読んでるから、言葉だけで言葉を解釈するから大概わからない話になっちゃう。そうじゃない、今その我々刻々刻々に湧き出してくるこの現在ですね、この現在がねいつでもそのこういう世界を展開してるんだ、それが宇です。そしてそれが自己の生命そのものなんだっていうのは、それが五宇治の話。まあこれの話が相当レベルが高いからねだから面白い話なんだけれど寝ちゃう人もいると思うけどレベルが高いんですよ。それでそれからだ、これがいわば絶対的な生命の実物、自己の生命の実物だのあり方、これが私が言う自己の生命の実物っていうのはこのあれなんですね。自己の生命の実物っていうんで私いつも言ってんだこれをね。ところがこの自己の生命の実物からね、宙に浮くっていうことが出てくるんだ。これからの話の方が皆さんにはなるほどと思うだろうと思うんで、宙に浮くんだから。でどういうふうにしてね宙に浮いてくるかっていうと、まずね我々はこれをこの生命の実物を振り返ってみるときにね、刻々に流出してくるっていうけど、なんかこう我々いつも刻々に何か物足りようとしてるじゃない。そこから始まるもの、大体我々の場合何か物足りよう、まだ物足りようの思いっていうねとこまでいかないで、何かこう突き上げてくるような衝動っていうこともあるけど、何かを突き上げてくるんですね。でこの物足りようがつまり生命がね、本当だったら刻々流出なんだ。それで生命がからこう神識とこうなるわけですね。でもこれここは生命が流出するんですよ。これはここへから分かれてね、これが物足りようですね。物足りようっていうね、突き上げるように出てくる。それから
神識っていうのはね、これ定立する能力ですからね、物足りようっていう思いを意識すると同時に、何かその当てを定立する、ね、例えばこれ色気が起こってる、それでその今度は女が目についてしょうがない、そういうの。これね、例えば私みたいな女好きの男でも、赤ちゃんの時から女女って言ってんじゃないんだ。これやっぱり年頃になって色気が出たから、それで女が目についてしょうがない、そういうとこある。いや、女の人にとっちゃその反対だそれでそこにですね、神識は我思いに我ありで、その自己の純粋自己の自覚であっていいわけなんだけど、ここにそのこれを自己を定立する以外にね、何か外にその世界現出させるわけです。この特別の何かをね、要するに私に関心のある世界を作ってくる、ね、そしてね、で自己っていうのはね、これで今度自己はそのあれでしょ、思う終われば死ぬって言って、この生命を自己は死ぬわけだね、死ぬ生命っていうのを見て生命に帰っていいはずなんだけど、ところがこれ物足りようの思いを持って世界現出させちゃうと、その事故は死ななくなっちゃうんだね。このところで生存、単なる生存って言われて、死を切り捨てた、死ぬっていうのは切るのを忘れちゃって、だからさ、色気が起こってくるとその女に関心を持ってキョロキョロ女を探す、その時には自分の死を切り捨てちゃってるんだ、そういうことです。わかりますね。そして結局ね、ここのところにいちいちこう外に飛び出すやつがあるわけだ。本当は生命って言ったら刻々に新陳代謝、肉体としては新陳代謝し、意識としては流れている、で我思いに我ありっていうのはそういう意味で純粋なものですよね。ところがそれに対して物足りようだけを取り上げる、そしてその神識としては我思いに我ありという純粋な自己だけ自覚するならいいけれど、そこにその特別の関心的世界を現出させちゃう、そしてそういう世界の中に自分の物足りようでもって生きるということによってね、自分の死を切り捨てて、そしてただしの生存的我を自覚する、とこういうことになる。そしてこれが循環するんだ、とこういうことね。そうするとね これをただ今こういうふうに書いたんだけれど、早話がこの生命、神識、自己だ、こういう循環なんだけれど、これからこれいちいちこれが物足りようって言って外に飛び出す。
してまた新式して世界現出っていうね、それから自己は死を切り捨て、生存、生存的我の自覚だね。こういう図になるでしょ。これを円にしてみるとね。そしてそれからですね、だからさっき言ったように生まれて生きて死ぬっていうんじゃこの話が出てこないんだよ。ただ単なるね、生まれて生きて死ぬっていうんじゃこの話が出てこない。この刻々有出っていうね、いうとこから始めるとその刻々の思いも含めてくるからね。それで刻々の思いが物足りようと、このところでこの物足りようっていうのがね、これが生命の実物ですね。これが生命の実物に対して、ね、物足りようっていうのはね、この現状否定です。物足りようっていうのは今の満足してんじゃないんだ、何か物足りないっていうの。それで今の実物以外に何か描くんだからね。そしてその物足りようの先っぽに今度その世界現出してくる、そして生存的我になる、こういうんだからね、そこでもってこういうことになるのね。まあ早い話がこういう、これが生命、それから このは生命でしょ。生命から物足りよう、で世界現出、一歳分の一の生存的我、我自覚とこういうことね。でこういうね三枚羽ができちゃう。そしてね、何か物足りようって言うと何か俺って言って、この物足りよう何か俺、物足りよう何か俺、物足りよう何か俺って言ってるうちにぐるぐるっとこれが回り出すんだよ。そしてね、だからこの三枚羽が回り始めてですね、これだけが結局一つの生存圏だ、生存のサークルになる。でこの我々のあれっていうのはこういうとこからね、おのおの自分の生存のサークルができて、しかもこれぐるぐる回り始めるから、そうするとこれでもっていわばヘリコプターだもう これが回り始めるね。そしてこう人間ってやつはこういうことだそれでみんな頭でもってぐる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 その回り始めてね、物足りよう何か俺、物足りよう何か俺って言ってそのヘリコプターの羽が回り始めて、それで宙に浮いてそれでバタ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 こう飛んでいくじゃない。だから
初めなんか色気が起こると色気女俺色気女俺色気女俺ってバタバタバタ回り始める。あるいはね、なんか面白くねえって言うと面白くねえって、何か酒って言って今度酒でバタバタね。いや女の人なんか なんかムシムシするんだね。ムシムシそこにヒステリー、私ってこう私ムシムシヒステリー、私ムシムシヒステリーって言って、それでバタ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 こうまたその回り始める。そして生存の宙に浮いて、相手意識するっていうことはまたすぐ体裁考える、そして俺っていうね。だから相手意識体裁俺って、相手意識体裁俺って、これもまたバタバタ飛んでいくわ。それでね、このね、この生存の三枚羽っていうのね、三枚羽理論っていうのは私がまあ私はユニークな男だね。いつでもね、まっさらの自分の話してる。これは私あのいろんな本読んで、そして話なんて一つもしねえんだ。私は不勉強な男で、あの人の本なんか読めばしねえんだ。無限にね、湧き譲る泉は自己の中、そして自分だけよく見つめていら、こういう生存の三枚羽っていう、それでみんな宙に浮いていく。でこれを仏教では枠獄とも言う。この物足りようが大体枠だ。それで世界現出させちゃうっていう、これがゴール。それで生存一歳分の一の生存的我と自覚してきて、その我がこれがね、大体こうみんな生存のあの三枚羽でぐるぐるバタバタそのヘリコプターで飛んでいくでしょ。そして空中接触するもの、みんな空中接触した場合ね、この一番この我の羽が傷つきやすいんだよ。それで我の羽が傷ついて、そうするとこのバランスが崩れるからね、落っこってくるやつもありゃ、あるいはもう高く飛べなくなるやつもありゃということね。それで仏教じゃこれをワクゴックっていう、そのワクゴックの話として私はいつも言う、あの私の話聞いてる人はもう何遍も聞いてるだろうけれど、全く初めての人は初めてだろうから話すると、この、あれだね、思いは幻影、行為は現実、結果は化けてる、そういう公式がある。あの冬の寒い道ね、あのカラッコロカラッコロって言ってね、そのいてついた道を歩いてったんだ。そうしたらそこにたっぷり入ってそうな革の財布があった、落っこってた。それで思わずこうやって見回した。それで誰もいないもんだからそれを取り上げようと思ってね、そのしたところが凍りついてて取れないんだ。そこへこのグッドアイデアが浮かんで、そしてそこへこのあったかいやつをジョーして、ね、やったの。そしてどんな問題って言ってね、読んでこう拾い上げようとしたところで目が覚めた。そしてその時にその、革の財布たっぷり入ってそうな財布を拾うとこまで夢だったんだね。ところがあのしょんべんしただけは現実だった。それで結局は布団を洗って、体裁が悪いけど布団を洗って干さなくちゃならないっていう話ね。これがワクゴック。その思いが幻影なんです。あ、素晴らしい。たっぷり入ってそうな財布があったっていうね。これはワクだ。で、これは幻影なんだ本当は。ところがその幻影でもって行動するっていうとね。
そうすると、それだけは本当なんです。おしっこしちゃったっていうだけは本当。そうすると結果は負けて出る。